MLB 各球団の幹部や代理人が集まるゼネラルマネージャー、GM、会議は5日、日本時間6日にテキサス州サンアントニオで始まった。レッドソックスのブレスロー編成部長も取材に応じ、10月に右肩関節唇の修復手術を受けた吉田正孝外野手、31は、状態は向上している。回復していると順調さを強調。フェンウェイパークでの調整を見たが、 彼は、故障が過去のものになったことに興奮している。い,いオフを過ごし、健康体でシーズンを迎えられることを楽しみにしていると付け加えた。今季の吉田は DH に専念し、守備についたのは1イニングのみ。右肩が肝臓に戻ったとすれば、再び守備につくのかどうかが注目される。ブレスロー編成部長は、外野守備も2023年後半はより快適に感じ、 守備統計は良かった。去年はプレイしなかったが、彼が守れるのであれば、ロースターはよりフレキシブルになると述べ、守備への復帰も否定はしなかった。